加盟各国へプレゼンテーションができる、実質上最後の機会となる重要なものであります。世界各国に対して、積極的に日本のこの万博に関するビジョンをですね、訴えかけてまいりたい。2025年の万博の開催地をめぐっては日本のほかにロシアとアゼルバイジャンの3カ国が立候補していて、11月の BIE 総会で加盟国170カ国の投票で最終決定します。明日パリで行われる総会では各国の代表者が誘致に向け最後のプレゼンテーションを行う予定で、日本からは世耕大臣のほか大阪府の松井知事らが参加します。